長、ライリーさんにそんなこと言ってたんだ。M 君のおじいさんらしいエピソードだね。一緒に大きな夢を見よう。何とも頼りになる言葉だな。楽之助は何よりも夢を見ることを大事にしていたんだ。だが彼は夢を見ることを忘れていた僕に大事な夢を思い出させてくれた。楽之助と一緒に映画を作ったあの体験があったからこそ僕はここまでやってこられたと思っている。本当に夢を見る者しか誰かに夢を与えることはできない。楽之助から教えてもらったこの大切な言葉を伝えたかったから今日はここに来てもらったんだよ。夢を見る者しか。ん？どうしたんだい、Mさん。おじいちゃんの言うこともライリーさんの伝えたいこともすっごくわかるんです。でもきっとおじいちゃんはライリーさんが夢をなくしちゃいそうになったからそう言ったんだと思うんです。でもあたしいっつも夢ばっかり見ちゃうんです。おじいちゃんとお話しした時のライリーさんは夢がいっぱいあるけどでも現実のこともちゃんと考えてたんだと思います。でも私はこうしたいな、ああしたいなっていう夢はいっぱいあるけど一人じゃ何も形にできなくて、だから夢を見ることも大事だと思うけど私は現実を見なくちゃいけないってそう思うんです。私もみんなと一緒にこうしたいを形にできるようにしたいから。エム、なるほど。夢ばかり見てしまう人物は現実を見る必要があるか。確かにそうだね。夢を本当に形にしたいと願うのであれば現実もしっかりと見据えられるようになった方がいい。見ているだけじゃ夢はただの夢のままだからね。まずは現実の自分ができることは何なのかを知って、夢を形にするために何が必要なのか、どう働きかければそれが手に入るのか考えていかなくてはね。やっぱりそうですよね。けれどそれは焦らなくていいんだよ、Mさん。え？夢を形にしたいという気持ちが M さんの中にあるならきっとその力は少しずつ身についていく。大人になるにつれて自然とね。だからまずは君たちの目の前のこと、君たちのショーを作ることに真剣に向き合っていけばいいんだ。目の前のことに。ああ、そうだとも。ただその中で失敗することもある。夢を見るのが苦しくなる時もやってくるかもしれない。僕はね、そういった時に今 M さんが持っている夢見る力を手放さないようにしてほしいんだ。夢見る力？大人になると夢見る力はどんどん衰えていく。経験を重ねれば重ねるほど自分の限界が見えていくんだ。そうやっていつの間にか夢を見るよりも先にできるかどうかということばかり考えてしまうようになる。かつての僕のようにね。夢を見続けるということは M さんが思う以上に難しいことなんだよ。そうなんですか？ああ、とてもね。それに M さんの夢見る力があったからこそ形になったものもあるんじゃないかな。え、でも私は何も。そんなことはない！
いいか、M。よく聞け。M が持っている夢見る力は、俺たちワンダーランズショータイムにとって欠かせないものなんだぞ。え？そうだよ。M が夢を見てくれたからできたことがいっぱいあるんだよ。そもそも僕たちは M 君の夢がなければこうしてここにいないだろうからね。 M 君は誰も寄りつかないボロボロのワンダーステージを再び笑顔でいっぱいにしたいという夢を持っただろ。その夢があったから僕たちはあの場所に集ったんだ。ナイトショーだってそうだよ。確かにアイディアを形にしたのはルイだけど、あれだってフェニックスワンダーランドをみんなが笑顔になれる場所にしたいって M が言ってくれたから実現したことでしょ。ネネちゃん、例えるなら M 君は僕たちのエンジン、現実を変えるための大きな原動力になってくれているんだよ。そうだ。だからまずは卑屈にならず、その力を誇るがいい。そして少しずつ夢を実現する力を身につけていくのだ。うん、一緒に頑張ろう、M。そうだね。僕たちは幸いそれなりの実行力はあるからね。みんな。しかし、M にはどこから現実を学ばせるべきだ。人は簡単に空を飛べないという話からか。実際飛んでるやつがいるからあんまり説得力ないけどね。目標に対する物事の進め方をもう少し具体的に考えられるようにするのはどうだろう。ああ、それはいいかもね。 M、テスト勉強も前日の暗記で全部なんとかしてるって言ってたし。うむ、セリフを覚えるのは早いし暗記力はかなりのもののようだから、きっとやり方さえ覚えてしまえばすぐ身につくんじゃないかな。そっか、私の夢もちゃんとみんなの笑顔につながってたんだね。夢も現実もどっちもちゃんと見ていこうって思う。夢ばっかり見ちゃいそうになったらこれって本当にできるのかなってちゃんと考えて、現実ばっかり見ちゃいそうになったらお布団に入っていっぱいいっぱい夢を見るから。別に布団に入らなくてもいいけど。だからこれからもよろしく。ああ、こちらこそよろしく頼むぞ、M。 なんだかとってもやる気が湧いてきたよ。パチパチメララー。パチパチメラ。ああ、燃えてるってことね。いつもの調子が戻ってきたようだね。見てるかい、楽之助。この子たちはきっとこれからとても大きな夢を叶えていくよ。さて、そろそろ閉園時間が近づいているから、今日宿泊するホテルへ向かうとしよう。平助さんと翔助さんもそこに来てもらうからね。みんなでこれからの夢の話をしようじゃないか。はい。ところで、どうして遊園地の経営者だった楽之助氏が映画制作に携わっていたんですか？あ、そういえば確かに。それはね、彼が世界中の人を笑顔にしたいと考えていたからだよ。
世界中の人を？ああ、だからエンターテインメントに関わることならばどんなことでもやるし、どんな場所にでも行っていたらしい。普通ならどれか一つの道を選んで進むものだが、ああ、本当に楽之助らしいよ。世界中の人を笑顔に。そっか、おじいちゃんはいっつもみんなが笑顔になってくれたら幸せだって言ってたけど、みんなって本当に世界中のみんなのことなんだ。やっぱりおじいちゃんはおじいちゃんだな。世界中の人をか、それなら俺と同じだな。俺の夢は未来のスターとして世界中の人を笑顔にすることだからな。そっか、だからおじいちゃんとつかさくんはとっても似てるんだね。何？似ている？え、何？つかさと M のおじいちゃんって似てるの？うん、なんだか似てるなって思ってたんだけど、きっと同じ夢があるからなんだね。なるほど、同じ志の者同士、まとう雰囲気が似通っているのかもしれないね。そうか、ならばやはり俺も末は大人物ということだな。夢が同じなだけでそうなるわけないでしょ。なんだと？なあみんな、向かいの車が来たようだよ。一緒にホテルへ向かおう。はーい、世界中の人を笑顔に、そんな風にできたらきっと素敵だろうな。私も頑張るぞ。ずっと悩んでいるように見えたから心配だったけど、どうやら胸のつがいが取れたようだね。うん、 M ちゃんが笑顔になって本当に良かった。夢を見る力ね、M ちゃんにぴったりのとってもいい言葉だな。 M ちゃんたちの夢があるからみんな笑顔になれちゃうんだもんね。頑張れ。